課題クエストは町の人からのさまざまな課題に答えるのが目的だよ。課題クエストをクリアするといろいろなアイテムがもらえるから。練習クエストはスキルポイントやドロップアイテムを集めるのに。ただしストーリークエストと同様、どのクエストも難易度を確認。それじゃあ、で